Uber Eats と YouTube で稼いで人生を楽しもう。ほら、早く。はい。おいで。もう来ないならドアガリガリやんないで。なんなの、ラグ。早くしなさい。きれいめになってきたから、もしかしたら低くなったあたりがいいのかもしれないですね。まあ、一応見ますけど。きれいすぎるね。上流は、まあ、一応行きますけど、昨日のあのバスたちが増えてるかもしれないし、夜のうちに上がって雨に乗じて。新しい魚が入ってきて食うか、昨日食わなかったけど食うようになってるかもしれないんで、一応行きます。でも多分ダメだね。今のうちにリグっとこう、スピリングバランス水分の 3.31 で、フックが TN0.0、 ちょっと針を大きめにしたっていうのは、まあ、10か20なんですけど、20にしたっていうのは、まあ、上流ちょっと流れが乱れやすい姿勢が、だからちょっと大きめの、要は多めの針を使って姿勢が安定するようなちょっとの差なんだけど、脳神経流の流れの影響ってやっぱり大きいですよね。見てる。見てたな。今ウバオンしてなったら行くから、ウバオンするから、分かった？ウバオンしたら行くから、ウバオンしたら行くからじゃないわ、ウバオンして鳴ったら行くから、分かった？寒いよ、寒いね。
は10時半です。いやー、なるかな。出るのがちょっと遅くなっちゃったね。自宅待機10時過ぎると本当なんないな。どっちから行こう。海浜幕張から行こうかな。なんか土日人が多いイメージがあってね。から一軒取って幕張側に移ってみたいなイメージがいいな。土日がね、なんかあんま好きじゃなくなってきたよ、ほんと。店は混んでるし、全然ならないしみたいな。今日は寒いけど晴れてっからどうかね。人があんま出て外で歩いてなきゃね、注文数が増えるだろうけど。で、来週が火曜だね。火曜が完全に雨にはなってる。気温が一気に上がって雨になっていくから、春バク釣りね、釣りの話、春バクの可能性がある。ちょっとね、雨の中釣り行くか悩み中ですね。休んで、ウーバーを休んで雨の中釣り行くか悩み中。雨装備揃ったから、お疲れ様です。ウーバーイーツです。あー、遅かったろって言う。変わらず遅い。遅いね。8時前かかっちゃうかもな、これ。
ブルで、一個ね、常連さんで一個は知らない人だから、知らない方蹴ったんで、まあ、シングルにしました。で、二軒目、蹴ったっけ？ピックさん。近くて1個めっちゃ遠いっていう組み合わせしてくるからね、もう知ってるところだけ行こう。危ねえから蹴ったっけ。ウバイスです。よーし、マック来た。ナイス。これでちょっとリズム出てくるといいな。お疲れ様です。ウーバーイーツです。はい、911。いい匂いだね。イタリアンのね、オリーブオイルとニンニクの匂いが大好きだな。たまんねえな。めっちゃいい匂い。本郷の駅だな。遠いな。よし、マック。なんか飛ばされて戻ってくるときマックなってくれるね。お詫びのように、ありがたい。お疲れ様です。ウーバーイーツです。よし、マックジュースだ。順調じゃん。よかった、よかった。お疲れ様です。ウーバーイーツです。お疲れ様です。ウーバーイーツです。0.5。 ラリグラスね、昨日みたいに稲毛に飛ばされることもあればね、こうやって近くもよく来るからね、取っちゃうよね。やっと近距離ピック、近距離ドロップね、マック以外で来たわ。よかったよかった。あ、今日もほのぼのしてますね。2時半で8件、目標はあと7件帰りたい。すぐ帰りたくなっちゃうな。昨日ね、夜ね、24見なかったんで、結構ぐっすり寝たんすよ。
12時から8時とか9時ぐらいまで寝たから、だから結構ねすっきりしてます。昨日の動画自分で編集しててあくびばっかしてたけどね、相当眠かったんだろうね。ああそうだ、暇な時にセカンドチャンネル結構撮ったから編集しようと思ってたんだ。今この時間にやっちゃおう。ああ、ならなかった。1時間以上ならなかったんじゃないかな。いやー、やばい。ほんと。一切ならなかった。さかなちゃんはもう家に休憩に帰っちゃって、今、ガリレオくんとずーっと話してたけど、ガリレオくんも奥さん迎えに来て帰っちゃって、今、週末さん来てくれたから、週末さんと喋ってたら、やっとなった。今もねまたケンタでダブルで来たんだけど、一人はねもう目の前のねお客さんだからね、一人は取ってもう一人は知らない人なんで蹴りました。もう安全にね、いくらならなくても飛ばされるのは嫌だから安全に。9軒目1分ケンタッキー、あ、なりました。あれ、俺が蹴った。お疲れ様です、ウバイツです。お疲れ様です、ウバイツです。あー、遠い。そう、外国人のね P が言ってた方の遠い方だ。くそ、ラフィーの言うこと信じておけばよかったぜ。つい目の前だと思っちゃって、寒い。ああならないからいいか、距離走っても。夕方になって寒くなってきたね。ようやく10件。うまかったな、あったまったカレーラーメン。あれにねご飯入れよっかな今度、サンライスぐらいもらって。お、なるようになってきてるな今。9分9分7分って連続で鳴ってるもんね。あとはマックが鳴ってくれるのを待つばかり。あと5軒目標なんだけどな、5軒もやんなくていいかな。2軒でもいいや。とにかく家が引いたら帰ろう。寒い。あ、またなってる。ラーメン食って暑くなったから脱いでたけど、やっぱもうすぐ寒くなった。うん、寒い。冬ですな、冬。
真冬。お疲れ様です。ウーバーイーツです。お、初めてのとこ来たな。エベレストカフェだと思って撮ったら沖縄居酒屋冷泉だって。行ってみるか。沖縄居酒屋なんてあったんだ、幕張に。あんじゃないな、好きなんだよな沖縄系。よくね、六本木とか東京で働いてるとき沖縄系の店はよく行きました。フーチャンプルが好き。豆腐使った島豆腐で、ね、島豆腐使ったチャンプルが好き。あとスパムで作るチャーハンとかね、ああいう好きで、ね、沖縄っぽさがある。お疲れ様です。ウーバーイーツです。裏からだ。ああ、俺初めてかもしんない、裏からお願いしますって。幕張なかったね、そういやね。なんかよくね、都内は多いよね、裏からお願いします系ね。幕張あんまなかったな。なんかちょっと感動。いや、あれだね、家族でやってる感じだもんね。子供たちも仕事手伝ってみたいな。いいな、そういう居酒屋いいな。いや、幕張側住みたいね。夜飲み歩きたいわ、幕張側で。1本とかでこれでいいけどね。バスだって乗り継ぎしなくちゃ来れないだろうしね。そもそも幕張でバス走ってねえな、多分幕張行くの。ちょっと何かと不便なんだよな。タクシーもったいないしな。歩いたら 4,50 分かかるし、やっぱ住んでやるしかねえんだよな。はあ、いい街だな。好きなんだよね、家族系みたいな居酒屋。もうね、適当なね、小遣いだけ欲しいね。アルバイトが働いてるね、大学生みたいなアルバイトが働いてるね、チェーン店居酒屋とか行きたくないんだよ。家族経営がいいんだ、家族経営が。見事な満月ですね、今日は。いや、今日、まあ今日は下あさってぐらいがね、シーバスバチ抜けの大本命ですね。大本命がね、明日な、行きたいけどな。
時間がね、明日もう明日12件ぐらいにしてクエストの下の方を取っていこうかな。ありっちゃありだよな。今壁を登っております。もうこれで帰ろう今日。もう無理。全然ダメだ。ならなすぎる。今ね、飯食った後はね、連続で3件取れたんだけど、でこの後もなるだろうけど、もう心折れてしまった。今度からあれかな、途中に休憩入れてもいいな、アイドルタイム。疲れた。いやー、壁疲れるな。終わり。今6時半ぐらいですね。13件6300円ぐらいですね。ラーメン食った後ね、すぐ立て続けに今3回なって順調だったんだけど、まあもういいや。今のね、最後行った賭けで行ったねローソンがもうひどい接客だったから、もうすごいストレス溜まってもう、よっぽどバットつけようと思ったんだけどね。でもバイト2人で今回してるからね、なんかやったらなんか報復されそうでね、やめときましたけど。ほんとね、あんな子供みてえなバイト雇わないでくれよ。ほんと普通にね、ウバイスリーズですって言ってもね、まあ、聞こえてると思うんで、多分ふざけて遊んでんだと思うんだけどね、一切反応しないで本読んでるふりしてね、本っていうか、なんか会社の何かをね、お店の何かを見てるふりをして、でプラプラーって歩いてる女の子がレジ入ってきて、で呼んでるよ的になんか笑いながら、で無言で俺に渡してきて、で番号をこれ見なさい的に番号を見せてきて、うっとうしいマジで、ほんとうっとうしい。あんな奴らにお店任せるな。お客さんでね、これまた子供でね、まあ、ついて表札見たらね、名前と表札が全然違う感じだったからね、電話したら名前2つ言ってきたんだけど、その2つとも表札に書いてないしね、別の名前だしね。ただベランダ出てきたから、その家で会ってたんだけどね、もう意味わかんないよマジで。表札がこれで合ってますかって話をしてるのに、全然違う名前2つ言ってきて、もうね、宇宙人みたいだよ。まともに会話できない子供たちって、子供たちって言っても中高生だね。もうあー、なんかもう余計なストレスが感じたな。もうマッチングしてほしくないかな。バット入れといたけど、マッチングしないでほしいね。あ、最後嫌な終わり方だったな。夕方のローソンも行くね。うっとうしいから。じゃないと俺ローソンで怒鳴っちゃうから。怖いって言いそうになっちゃったもんね。何回ウーバーイーツですって言ったのかな。 3,4 回言ったけどね、ほぼ真横から。頭湧いてんじゃないのかなあいつら。もう雇うなよそんなやつ。レジに来た俺よりおっさんのお客さんもすげえなんか怒鳴ってたからね、そいつに。日本語喋れないんだよ。なんでラグビーいつもいないのに。どうしたの、元気じゃん。
待てよ。よし。はい、どいてどいて。待ってな待ってな。どいてどいて。はい。着替えさせて。ラグ。ああ、あったかい。目に入った。お疲れ様です。うめえ。それで温泉でね、飲み食いしたいね。うまい。3月どっか旅行行けるかね。どっか行きてえな。旅行も行きたいし、最近はダメですね。ちょっとしたことでストレスっていうかイラッとしちゃって、スキッと遊びたいな。なんかスカッとか日本語おかしかったな。スカッと遊びたい。お酒、まあこういうのとかさ、ビール飲むとさ、
ゲップが出ちゃうじゃん。生配信の時こういうの飲んでるとね、生配信でさすがにゲップするわけにいかないからね、大変なんで。行かなかった日はなんかね、モヤモヤするね。昨日なんてね、昨日の方が件数少ないのになんかすっきりしてたもんね。初めから10取るつもりで10取ったから、今日とかはね15取るつもりで13とかだからすっきりしないよ。明日どうしよっかな。12で35取るか、17で40取るか、900円違うからな。17取った方がいいよな。17で40取った方がいいよな。ちょっと早めからやろうかな。早めにスタートしてそうしよっかな。ビデオ作りますか。珍しくね、夜もう8時ぐらいに寝ちゃったんで、8時ぐらいにもう眠くて寝て、で今起きて今から作ります。寿司の残りでも食べますか。書き出ししてる間ね、24でも見ながら、こんな一日でした。また明日楽しいことあるといいね。それではお疲れ様でした。